江戸時代から昭和初期にかけて栄えた丸森町の豪商斎藤家の邸宅斎里屋敷、その大広間には代々伝わるひな人形やひな道具など合わせて100点が展示されています。江戸時代に作られたとされる高さ30センチ幅40センチの京ほびなや、斎藤家に嫁いだ花嫁が持参したとされる市松人形なども飾られていて、当時のひな祭りの様子を伺い知ることができます。江戸時代からの古今びなと京ほびなが並んでおります。当時の華やかな雰囲気を味わっていただきたいなと思いますね。また町内の愛好家が作った吊るしびなも飾られ、色打ち掛けを着てひな人形の前で写真が撮れるフォトスポットも設けられています。この斎里のひな祭りは休館日の月曜日を除き3月31日まで開かれます。